今日もらったアクを沸騰させて、ふきの煮物を作ります。はい、皮を剥いたふきをこれから煮物にしていきます。はい。ふきの処理をするとこのように爪とお手手が真っ黒になります。行ってきます。水から上がったふきをホームスーパーのゆずポン酢水と1対2にして入れて煮込んでいきます。スポン酢100、お水200、砂糖を大さじ1ぐらい入れていきます。砂糖も入れましたよ。下の隣では玉ねぎとタケノコと、もも肉を業務スーパーの牛焼肉のタレを1対2にして、こちらも隣でやりました。はい、ふき出来上がり。かつお節かけました。はい、旬のたけのこふき出来上がり。しゅうちゃんがいるとさ、すんごい毛が尋常じゃないよ。じゅるん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 、えひ、それでも綺麗にしたいんだけどね。しゅうたろがいなくなってからね、ちょっとでよかった。キレキレしちゃうね。じゃ、これは猫貝必須アイテム、必須アイテム。ティティン。猫貝必須アイテム。ティティン。コロ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 。コロコロしちゃおう。しゅうちゃんのこともコロコロか、コロコロか。あ、ダメだ。コロ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 しちゃおう。しゅうちゃんのこともコロコロか、コロコロか。あ、ダメだ。しゅうちゃん気持ちよさそうに寝ちゃってます。真っ黒のあんよがかわいいね。ねえしゅうたろう。